さて今日のアフターテラちゃん経済学者田中秀富先生です田中さんよろしくお願いいたしますもう帰ってない,いやいや帰ってないもう飲んだでしょさっき見てましたよ私 <laughs> ヤクルトヤクルト飲んだでしょもう最後の一滴までこうそこ叩いてたでしょいやこれはね<え>ヤクルトじゃないですよ明治<あ>、えー、プロピオさんですね似てひなるもんでしたかえもう、えー、素晴らしいね ね、もうぜひですね、あの明治さんもですね、あのスポンサーになっていただきたい。いやもちろんです。なっていただけるんだ。美味しいです。美味しいいただきま品な持ち方されてますけど、でコーヒーも飲んでるでしょ？そう、いやコーヒーはこれ自前ですから。ついにこれ自前ですんでね。はい。えところでアメリカのシリコンバレー銀行の経営破綻に続いて昨日シグネチャー銀行も破綻しました。 アメリカ財務省の高官が2つの銀行の破綻を受けてアメリカの銀行監督当局が打ち出した新たな措置について株式債権保有者は救済されないがすべての預金者を保護するものだと説明しています、まあ、とりあえず預金者のこの不安は取り除かれるようなんですけれども株式債権保有者は救,回え救済されないと ということなんですかねこれはね、浄土ですね、去年ノーベル経済学賞を取った経済学者が、この銀行取り付けの理論というのはね、つまり何か信用不安が起こって、ですね銀行潰れちゃうんじゃないかと、みんなで預金を引き出しに行こうと、バンクランて言うんですね、銀行に目指して走る走走走るーですね。 引き出しちゃうと、まああのね、銀行って手元に現金ってあんまりないじゃないですか。だいたい資産運用してますから預金をね。えだからまあによっオチャネあのアップアップでねあの倒産ですとかね、今日はもう店閉めます。そういうことやっちゃうわけですよ。そんな風になったらもう銀行のねあの金融システムの根幹ですからおかしくなっちゃうじゃないですか。でそれを避けるためどうするかというと預金者にねそんなね走る走るってやんなくてもいいですよと、もう政府とかね中央銀行が ちゃんとね、保証しますからと、慌てるな、お前、つってね、やるわけですよ。日本でもね、そういったね、走れ、走れってあったんですよ、昔。心なしかサンプラザ中野に見えてきた。あ、あの、同級生ですか、ほぼね。からね。同級生確かそうだったんですよ。同じ学部の、大学同じ学部なんですよ。わずかな整形で。確かね、彼ね、留年しちゃってるんで、何年も。そこで上下関係分かんなくなっちゃってるんだけど、同じなんですよ。そうですか、バンクラン。 で、それで、日本でもね、やって、日銀がですね、もうともかく、その銀行にですね、あの大量にですね、現金を持っていくわけですよ。宅急便屋さんですね、ええ、コロナ禍、ヤバかですとか言ってですね、ペリカンビンです。本当ですか。本当ですよ。で、それで銀行の横にですね、入り口の横に、こう、げんなをですね、どんどんやってですね、和銀社来いってやったんですよ。で、ええ、一段落してですね、その、ああ、札束の数を数えたらですね、いくつか足りなかった事件って、本当あったんですよ。誰かがです。 よいしょって思ってたじゃないですかこうやって「え黒猫です」とか言って「違う違う魔女の宅急便です」とか言ってねそうなんですよそういうことがあるぐらい安心させんですよそれが重要なんですねだから預金者保護っていうのは銀行取り付けが起こった時のもうね一番やらなきゃいけないねことで特にそれでねだいたい一定額の預金は保証しますよっていうのがどの先進国でもね っている制度なんですが、今回だけもともと全額やりますと。まあそれだけこうアメリカのね政策当局は危機感をね感じたんでしょうね。どうしたかというと、自分たちがこの銀行ってまあしょっちゅう率直に言って何っていう感じだったんじゃないですか。なんで潰れるのと。ええ、まあ予想外のね攻撃動きだということでしょうね。ええ、まあ二十八兆とも言われてますけどもね。そうですよね。だからね急激にこうそのシリコンバレー銀行ねあの シリコンを入れたんですよシリコン入れちゃっ、うん、俺がシリコン入れたのか違うから思いつくまま発言するのは <laughs> ちょっと控えていただいて俺,俺の シリコン法やっぱりいくんじゃないかなと思ったんですけど思ったよねちょっともう少し先行きたいなって感じがするんでそれでもう3倍増だったんですよ金が、はい、俺のシリコンが <laughs> みんなそっち行っちゃいましたよ考えが今3つだったのが今9倍だぜっつってすご <laughs> いうことになっちゃった俺のシリコン法はすごいんだみたいなそうじゃないんだけど <laughs> えまたバイデンアメリカ大統領もですねホワイトハウスで演説し今回の2つの中堅 銀行の経営破綻についてアメリカ国民は銀行システムが安全であると確信を持つことができる、まあ、こういういうに強調して改めて預金者は保護されるということを説明しました。 また破綻した銀行の経営陣は解雇されるとして経営責任を追及するとともに金融規制を強化する考えこちらも明らかにしていました、まあ、今回の銀行破綻やはり経営陣の判断ミスってことですかねまさにねシリコンバレー銀行は、はい、要するにこのシリコンバレーにいるようなね、はい、分かりやすく言えば、えー、こう俺たちいけてるビジネスマンみたいなね起<ー>業家であるとかね、えー、そういったスタートアップ企業とか、まあ、チャラい人たち はい、あと、まあ、暗号資産なんかであぶくゼニを手に入れた人たちがいっぱいいたわけですよ。はい、どうしたかというとこうコロナ禍で、えー、アメリカ政府、まあ、各国政府とにです、ね、もにすごい金融緩和政策をしたわけですよね。はい、そうすると大量にマネーが市場に流れ込んできてでそれがまあ例えばアメリカの株,価市場株式市場というのはコロナ禍というのはまあ経済危機ですよね、はい、だけど株,株式市場の動向はすごくこう安定的に上がっていったわけですよ。えー、まあ高止まりして いるわけですよね、はい、でそういったことを受けて、えー、まあその、まあぶく銭をどこに、まあ、置いとくかというので、はい、利用された銀行がシリコンバレー銀行でその、まあ、短期的なねあぶく銭をいっぱいねシリコンバレー銀行は抱えましたと、はいえー、預金額が2年ぐらいで3倍になってるんですよ。はい、でそれを大体どこで、えーまあ、資産運用したかというと国債にほぼ振り分けたわけですよね。えー で当然、国債っていうのが今回の,この1年ぐらいの猛烈な勢いの,の FRB の金利引き上げ政策によって国債価格が暴落したわけですよね。はい、で、えー、普通だったらね、まあ、バランスよくこう預金を、ね、いろんなところにリスク分散するんですけど。はいえー まあ、金利リスクをもろに被っちゃったわけですよね。その結果、もう、スカンスカンになっちゃったわけですよね。シリコンバレー銀行。それで、ようやくそこに預けていた、いけてると自称を持っていた連中がですね、あ、これやばいと思って、預金引き出しに、走れ、走れってやっちゃったわけなんですよ。お前、今れ走ってんのかと。つまり、そんな銀行に預けること自体がおかしいんじゃないんですかっていうのがあって、だからまあ、バイデン大統領もね、わざわざ、こうね、国民向けに、 話したわけですよ。はいえー それは預金者に向けていったわけじゃなくて、ここに税金みたいなものを使うんだけど、国民の皆さん、確かにこれから明らかになってくるのは、その預金者も愚かだと、本編の方でバカの二乗って言いましたけど、銀行もバカで、預金者もバカで、バカの二乗で今回こういったことが起こったと、それはもう分かってくることなんですよ、預金者もそもそも問題だよと、そこに税金突っ込むのはどうなんですかと。ね 思うわけですよだから国民向けの放送をしたわけですよ、皆さんね、ご理解してくれないと、こういったバカの二乗みたいな銀行が他にも意外といるかもしれないんで、それは政策当局ね、十分把握していなかったと、マーケット関係者も意表をつかれてるんですよ、今回は。あらあらと、どうしたと、シリコン3つじゃ足りなかったのか、9個も入れてたか、お前はって、それ、重くて上がんねえだろって。うなじゃいと思 <laughs> えー、で今回のこの銀行破綻を受けてですね昨日のアメリカの株式市場ではかえ銀行株への信用不安これが高まって複数の銀行株が記録的な大幅安こちらに見舞われ取引停止が続出したといいますで預金者だけでなく投資家までいなくなると、まあ、今後さらに経営破綻に追い込まれる中堅銀行も出てくるかもしれない、まあ、こんな心配も出てくるんですけれどもね。アメリカののの銀行のこのストレ ストレステストみたいなものをね、はい、受けている、えー、大手銀行シティバンクでやるとかねそういったもの以外のこういった中堅銀行っていうのはストレステストの対象外でしたから、はいえー、ましてはねここ数年間の大規模な変化っていうものを十分ですね政策当局が把握しきれてないと、えーはい、だからまあ銀行のね規制強化なんかも今後行われるでしょう、えー、明らかに、はい、でさらに今回のこのシリコンバレー銀行の方は、まあ、経営陣とあと株主にはですねもう全く忖度しないということで でですね、特にあのリーマン・ショックの時に、結構ね、うんあの、救済したじゃないですか、はい、投資銀行を。えー、で、その時にやっぱりね、批判が起きたわけですよ。うん、あの非常に高額の給料をね、あの経営陣も働いてる人も保証するのは一体どうなんなものかと、えー、しかもそれを税金使ってやったということで、うんえー、リーマン・ショックの時に非常に政府は叩かれたわけですよね。はい、で、その反省もあってです、ね、まあ、今回は全くもう、経営陣や株主に対するそんたくは一切なしで、はい、預金者本郷だけはしっかりやるというメッセージを伝えた まあバイデン政権まあね、えー、リーマンショックの時の失敗に懲りて、や、えーね、はり、い、今ね復習してる、えー。そうです。あの時オバマ政権でしたからね。えー、あのまあ凝りちゃってですね。あ,あの時オバマさんだって、えーえー、ですね。まあ、えー、それの反省をですね、えー、まあ生かしてると思いますね。えー、はい。えそして今回のアメリカでの中堅銀行2項の破綻で為替市場にも動揺が広がっています。えニューヨーク外国為替市場の円相場えー、今朝7時半現在では1ドル133円22銭前後。まあ ということでこれは昨日よりも1円以上円高ドル安となっていますでアメリカ連邦準備制度理事会 FRB が利上げを一時停止するとの思惑が拡大してアメリカの長期金利が低下傾向となり日米金利差の縮小を意識したドル売り円買いが強まったために円高に触れているようですまあ、この円高今回のアメリカの金融不安が取り除かれるまでは続くのかどうかですけれどもやっぱり続きそうですかこれはまあ金融不安 というよりもです、ねえーまあまあ、確かにそうなんですが今回のこの、ねえー、銀行破綻の前まではどういった状況だったかというと、はい、アメリカのインフレがかなり手ごわいんでまたあの金利のです、ねえー、引き上げ幅を0.25から0.5%上げて、はい、来週でしたよね、確かねまたあの金利を引き上げるんじゃないかというふうに言われていたんですが、はいえー、今回のこの、ねえー、金融機関の破綻で、まあ、そもそも何で起たかというと先ほど言いましたように、はい、急激にこの FRB が金利を引き上げたんで、はい、それでまあ資金が全部枯渇しちゃったわけですよ、えー、そういった銀行が他にもあるんじゃないかという不安がありますからその段階で来週早々に金利を引き上げるってことはまあたぶんしないと思うんですが、えー、もしそれはしたらしたらで、まあ、ある種見物だと思いますよねです、えー、でともかくそうなるとまあ多分やらないだろうと。うん でさらに、えー、今回のこういった事態が、まあ、長期化するっていう、まあ、あんまり長期化は多分しないと思うんですよね、ええ、ある程度落ち着きは取り戻すと思うんですが、他方でもう十分です、ね、金利が上がってますから、一説、はい、には6%台ぐらいまで金利上げるってね、<ー>今回の事件の前は言ってた人もいるんですけど、ええ、今現状、4.75、えー、ぐらいでしたっけね、まだ言ってますんで。ええ もう僕はですね金利引き上げの,このスピードはもう打ち上げにした方がい,い、はいえー、あの住宅市場であるとかもかなりね、あのー、ガタきてますし、はい、まあ雇用の方にも影響が及ぶんじゃなかろうかなと大体、グを置いて、ね、金融政策って時間の遅れがありますので、ねえーえー、それを考えるともうやりすぎなんじゃなかろうかなと、はいえー、今回の,この銀行破綻確かに、ね、バカの二乗なんですが、はい、これも一つの警告としてですね バルビンの金利引き上げ政策は手じまいした方がいいんじゃないかと、これはまあ前々から言ってますけどね、はい、でそれでインフレ目標を引き上げた方がいいと思いますね、3%に2。から3 3に、ね、でそれで まああの経済をコントロールしていって、なんて言いますかね、そうすれば先行きの,このね見通し、これで金,え金,利金利引き上げはひと段落つくと、インフレ目標3%って新しい環境の中で経済を動かしていって、そうすればあの設備投資の見通しもよくなって雇用も安定しますし、賃上げだって無理なく上げることができますから、そういった状況にえ行きやすい経済だとアメリカは思うんですけどね、そうした方がいいと思います。 はい、でこの日本の円高も気になるところではありますけれども、韓国ではです、ね、急激なウォン安となっているということなんですね、え昨日の時点で1ドル1313 13ウォンとえ、年初来最安値に近いところで推移しているとで、韓国、アメリカの資本の影響を最も受けやすい国とも言われていまして、今回のアメリカの銀行破綻で、韓国のウォンがさらに暴落する危険性が指摘されているようです。 世界的に中国の人民元も下落が続いている現状もありまして韓国の場合それに巨額の貿易赤字が重なって1月には過去最悪の経常赤字を計上するまでに至っていた中で、まあ、今回のアメリカの銀行破綻これがどう影響してくるかということなんですね。まあ、韓国経済かなり厳しい状況のようですねそうなんですよね,ね韓国は1月、2月とです、ね 1>, はい、まあ1月が一番大きかったんですけど2月も結構大きい規模のですね、はい いわゆるまあ貿易赤字っていうのがあの継続していてでそれのまあ主因っていうのは韓国の産業構造のトップには半導体産業があるじゃないですかそれが猛烈に不振なんですよねで海外へのこの輸出がですねまあ40%ぐらい減少している月があ1月が確かそんぐらい減ったと思うんですよねまあそういった衝撃がありますんでねえで特に韓国の場合はまあ日本もまあ人のことは言えないんですけど産業構造が硬直的で新しい産業がなかなか が出ててこなく半導体産業一本頼みみたいな、あのーえー、傾向があるんですよ、はい、でコロナの、まあ、初期段階の時にはです、ねえー、中国のサプライチェーンが止まっちゃって半導体不足みたいなものが言われてそれで、まあえー、韓国産業も潤った弁があってです、ね、で調子ぶっこいて増産体制に入った、えー、ですが、えー、これはまあ世界、えー、コロナ禍から出してでさらにウクライナ戦争が始まったりしてです、ねはい、世界経済が不安定化しているわけですよ。うんまあ 簡単に言うと縮小してるわけですよね。はい、で、そうなると半導体需要が急減してしまって、まあ半導体あまり減少というものがあってですね、まあ半導体産業が不振になって、はいえー、まあ韓国のリーディング産業がですね、へたってきてるというところが今ありますよね。はい、そこでまあ為替の点で、えー、韓国に対してですね、まあ不利な状況が続くと、はいえー、ドル安ウォン高みたいなものが続くとですね、まあそれはますますですね、えー、韓国の。えー 海外輸出、はい、そういったものに大きな影響が及ぼすということでしょうね、はい、で一方で、日韓関係ですが、韓国政府がいわゆる元徴用工訴訟問題の解決策を今月6日に発表したことをきっかけに、まあ、良好な方向に戻りつつあるとも言われていて、あさってにはユン、ね、大統領の訪日も予定されています。一応です、ね、鈴木財務大臣はは日にに行われた記者会見では韓国と金融危機時に ドルなどを融通し合う通貨スワップ協定、えこの再開に向けた協議について、現時点では具体的なものは決まっていないと話していました。まあ、おそらくこののの通貨スワップの話今回の首脳会談でも 出まあそうでしょうね、はい、まあこういったね日韓のこういった外交交渉は、はい、事実上ですね経済交渉のあの側面というのは非常に強く持ってますよ、ねはい、だからユン大統領と同行してですね韓国の財界の人たちが来ると、はい、でこれはやっぱですね先ほど言ったように今のこの中国あ韓国の、えーまあ、対外輸出っていうものが非常にへばってきてるんで、はい、まあ日本をですね、えー、とのこのなんて言いますね 外交復活みたいなものを、まあ、バネにしてですね日韓の間の,この経済のです、ねはい、結びつきをさらに強めていこうという損得、まあ、込みの,です、ね、あの動きだと思いますよね、はい、でこの日韓スワップ協定にです、ね、ついて簡単に説明すると日韓通貨スワップ協定というのは日本の,この日本銀行と大韓民国の中央銀行であります韓国銀行の間で締結されていた通貨スワップ協定および日本の財務省と韓国銀行 との間の通貨スワップ交換、この合わせたもの総称で、え、日本円と韓国のウォンの一定額をあらかじめ決定した為替ルートで通貨交換すると定めた協定です。で、世界経済が不安定な中、日韓両国が金融市場の安定のために日韓における金融協力の強化の観点から行われていたものでして、2013年7月を期限に一旦終了している協定です。で、2015年に に例の少女像の移転問題があった際に麻生財務大臣が約束した話が守られないのなら貸した金も返ってくる可能性もないと発言するなど、まあ、それ以降ですね日韓スワップ協定の交渉再開自体が行われない状態が続いていますで、2011年の財務省の公式発表では日韓スワップ協定によって日韓における金融協力の強化が図られ日韓両国の金融市場の安定と さらなる成長につながるとされているわけなんですけれども、もまあ、これは嘘という指摘もあるようなんですね。まあ、そうですね。えー、まあ先ほどね。あの今現在はウォンがすごい。あの、はい、下落しました。えーはい、で、このウォンがですね。まあ、急激に下落する現象が続きすぎるとですね、はい、このね、えー、日韓のスワップ協定がもし、はいまああの。 取られていれば、ですねそういったものに対する歯止めになるわけですよね。事前に一定のレートで日銀が例えば、ですねウォンをいっぱい買うと、その代わり円を放出するという形で、レートで決めておけば、ですね急激なウォン安に歯止めがかかると、ウォンをいっぱい買うわけですよ。だからウォンの価値を支えるとそういった役割はするんですが、それは今のところやられてないわけですよね。別別ににやななくてもいいいんじゃですか あの日本だけで,でやる必要もないわけで日本と、ね、スワップ協定ができなければ、はい、韓国はえ他の国とやりますよあの、うん、今だってドルだとか、うん、ユーロだとか、うん、そういった、ねはい、ところでやればいいじゃないですかね、うんはい、え北朝鮮とかやってもいいんじゃ失礼これでも田中さん、ね、もし今度、ユン大統領来ますが最下位日韓通貨スワップ協定の再開を韓国側から求められたとしたら日本はどうすればいいですか。 僕はですね、だからね、全部なんかパッケージみたいなね、このちょっと徴用工問題を向こうのね、スキームで片付けましたと、そもそも向こうの問題なので、別に恩着せがましく言われてもしょうがないと、向こうで発生した問題を向こうが勝手に片付けたのになんで日本がですね、他のスワップ協定だとか、な何でしたっけ、ホワイト国ーの再指定であるとかね、そんなことをまでね、やんなきゃいけないのかと、全然分かんないですよね。ましてはねの こうだってね、もう腹に背変えられないから財界団体をねはい、はい、え連れてきて、えー、経団連なんかもですね、まあ、商売機になるからです、ね、経団連なんかも全然安全保障も経済政策も全然だめなんですよ、うん、あのだけどもですね観光学者はですね「うん、はいおいで<ー>いただきましたありがとうございました」とか言ってですねんかあの申し訳程度に日韓であの若者た対策のですね基金作るとか言ってるじゃないですか経団連に言いたいのは、はい 経団連もね大学生だとか留学生だとかにね奨学金みたいに作ってるんですけどねあんなんねほんと奨学でしかも審査僕ね知ってるんですけどもうねすごいねふんぞり返って面接会場で寝てるやつらもいるぐらいなんですねもうあんなんねもう経団連ね明日にでもね廃止した方がいいですよね。俺帰っっっちちゃゃいますすよ本当にもうねね経経団のこと考えたたらでななく 何ですかそれ <laughs> はいえ以上「アフターテラちゃん」でした田中さんありがとうございました。